田村智子さん日本共産党の田村智子です1月7日4都県に緊急事態宣言の発令1週間も経たない昨日11都府県に拡大しかしその日のうちに茨城県知事からも宣言の検討が必要と会見がなされました都道府県知事から突き上げられるようにして緊急事態宣言が発令される 政府としての判断はどうなっているのかと疑問を持たざるを得ないような状況なんですが、まずお聞きをしたいのは、なぜ菅総理が国会で報告をしないのかということです。特措法32条は、緊急事態宣言をし、政府の対策の方針について国会に報告をするのは、政府対策本部長と定めています。ところが、7日も昨日も議員運営委員会で報告したのは西村大臣です。 なぜ、対策本部長である菅総理が法の定めにのっとり、国会に報告を行わないのですか西村国務大臣あの。まず冒頭、茨城県の大井川知事とも、緊急事態宣言を発出した拡大した昨日の,のその前の日ですね、発出する拡大する前日の夜、大井川知事とも意見交換をしまして、知事からは、今の時点で必要がないと、頑張ると。 いうことでで言われましたので、えー、私は問題提起をしまして、かなり感染拡大しているし、病床も厳しいんじゃないかという問題提起をしましたけれども、知事のそういう判断があったことを申し上げておきたいと思います。その上で、国会への説明、出席の在り方については、ですねこれは国会でお決めいただく話でありますので、私からはコメントを差し控えたいと思いますけれども、その上で申し上げれば、緊急事態宣言の発出、変更、解除、そういう場合に事前に衆議院、参議院の議運で、 私が説明をさせてていいいただいてまいりましただままりし菅総理もこれまで節目節目で記者会見を行われておりますし、1月7日、そして昨日、区域拡大をしました13日ですね、これも自ら会見を行い、説明をされているところであります。いずれにしましても政府一体となって、国民の皆さんに分かりやすい説明、そして丁寧な説明、共感をいただけるような説明を心がけていきたいというふうに考えております田村智子さん。それおかしいですよ 法律で政府対策本部長が報告するってあるんですから、だから自民党がそれに反対したって政府の側から、菅総理が説明をすべきだというふうに対応するのが当たり前のことじゃないですか、なぜそれをやらないのか、もちろん議員会館に文書は配られましたよ、じゃあこの文書の配布をもって、国会への報告は政府対策本部長によって行われた、それが菅政権の判断なのかと聞いてるんですよ。石村国務大臣 国会の説明のあり方につきまして、あるいは出席のあり方につきましては、国会でお決めにいただくということでありますので、私、議員衆参の議事運営委員会でご説明申し上げたということであります田村徳子さん。答弁になってないですよ、特措法32条で政府対策本部長が国会に報告すると定めているんですよ。そのこと聞いてるんです。 西村国務大臣、えー、これもですね、慣、え、例、ー、上、先ほどご指摘ありましたけれども、実務,的実務上、ですね書面で報告を行っているということでありまして、えー、その上で国会でお決めいただいた議事運営委員会で私が説明を行っているということでございます田村たぼこさん。菅政権も文書配ればそれでいいと、議員会館のポストに入れればそれでいいと、そういう判断だということですよね。菅総理はね、1か月で必ず収束させる。 まるで精神論ですよ、どうやって感染収束させるのか、緊急事態宣言下で暮らし、事業、雇用をどう守るのか、国会で質疑に応じるのは当然ですよ、政府対策本部長なんだから、異常なまでの国会軽視、つまりは国民軽視だと、これはこの場で強く抗議も込めてですね指摘しなければなりません。緊急事態宣言という新たな局面になりました。 昨年示された通追加経済対策と、これに基づく第三次補正、これもポストコロナが柱なんですから、抜本的な作り直しが必要です。第三次補正は、19兆円という予算規模を予定しているのですから、医療機関への減収補填、国の事業としての大規模な PCR 検査、事業規模を踏まえた持続化給付金の新たな支給、家賃支援給付金の継続と2度目の支給、 雇用調整助成金コロナ特例と、休業支援金の全国的な対象拡大、生活困窮への新たな対策など、私たち野党が要求している支援策は十分にできるはずです。三次補正、作り直しませんか西村国務大臣、これまでの経済対策につきましてはですね、 感染症まさにコロナの様々な事態を想定して対応してきておりますご指摘の参次補正におきましても感染防止策に万全を期すという観点から緊急包括支援交付金の1.2円、約1.2兆円ですねそれから補張金の 特例の延長も見据えて来年度当初予算と合わせてですね約2.1兆円の財源を確保しているところであります。こういったことを含めてこの感染症対策そして感染症の影響をしっかりと受けるその事業者。 の方々、そして国民の皆さんの雇用、事業を守ると、こういう観点で予算を計上してきているところであります、計上する予定で、えー、提出する予定でございます。その上で、えー、コロナの予備費につきまして、4.6兆円、えー、本年度確保しておりまして、来年度は5兆円の予備費を予定をしております。さまざまな事態がありうると思いますけれども、そういった事態も、こうした予備費の活用を念頭に置きながらですね、対応していきたいと思いますし、まあ、ちなみにあの、これまでの二次補正におきましても、 さまざまな事業を支えるという意味で、出資や劣後ローンなど、中規模企業、大規模企業も含めて、約12兆円規模用意をいたしております、これはもちろん小さな企業にも出資もできるわけでありますので、そういったことを含めて万全を期していきたいというふうに考えております田村たさこ予備費で対応すると言いますけど、昨年も何度も予備費使えって言っても、全然具体化しなかったじゃないですか。大体ね、デジタル化とか、国土強靭化とか、補正ですから。 補正の予算で、問われてるのでですか補正予算で緊急事態宣言に応じた対策を組まなくてどうするのかということなんですよ。これも今からでも、真面目に検討していただきたい。で、PCR 検査もね、もっと予算規模必要なんですよ、その具体的な質問に入ります。今回、緊急事態宣言に至った最大の要因は、深刻な医療の逼迫状況にあります。高齢者や 糖尿病などの持病がある方も入院ができないという深刻な事態がすでに起きています。新型コロナの患者さんだけでなく、脳疾患、心疾患などの救急搬送も困難をきたしている、また医療機関と高齢者施設でのクラスターも続発しているわけですね。これが医療逼迫に拍車をかけている状況です。で新規感染者者数数ももも重症者数もどちらも抑えるためにはやはやり医療機関 高齢者施設などで職員、新規入院や入所者への定期的な PCR 検査によって、ウイルスを持ち込ませない、このことが極めて重要になっています、その認識は共有していると思いますが、確認をいたします山本副大臣、はいえー、感染症のまん延防止を図るためにあの、医療機関等で積極的な検査を行うところの重要性に関しましては、田村委員とも共有できているんじゃないかと思うし第でございます。 医療機関や高齢者数の入院、入所者は重症者率が高くて、まあ、施設の感染対策の強化、これが重要であることから、感染者数が多数発生する地域等におきまして、その期間、症状がない方も含めて、勤務する方や入院、入所者を対象に、積極的な検査を実施することを都道府県等にお願いしたところでございます。 11月19日には、高齢者施設で重点的な検査を徹底するために、入所者等で発熱の症状を呈する方につきましては、必ず検査を実施すること、さらには検査の結果、陽性が判明した場合には、施設の入所者全員に対しまして原則として検査を実施すること等を都道府県に要請した次第でございます。 さらに11月20日には、クラスターが複数発生している地域におきまして、医療機関、また高齢者施設などの重症化リスクの高い方が多数いる場所かが、検査実施の優先度が最も高いということを明示しまして、症状の有無にかかわらず、積極的な検査を実施するということも要請したところでございます。田村智子さん。 であのそのようにですね、厚労省が昨年9月以降ですよ、医療機関、高齢者施設での行政検査を行うよう、自治体に通知をいわば連打しているから私も承知しています。問題は、それが実施されているかどうか、現在、ちゃんとその検査が行われているかどうか、その実識の状況について、どう評価されていますか、十分だという認識ですか。山本副大臣 あの今、ご,ご指摘がありましたとおり、11月19日20日、あの先ほど言いましたけれども、事務連絡、発出した後十12月3日までの2週間程度の実施状況を把握したところでございます。有陽性者が発生した高齢者施設等で原則として、入所者、従事者全員に検査を実施したのが214施設、クラスターが複数発生している地域において、検査を実施した高齢者施設、医療機関等が219施設。 でであることが確認できました、まあ、高齢者施設等での集団感染も依然として多数発生していることを踏まえまして、改めて12月25日、人命連絡で検査の徹底の要請をしている次第でございます。引き続き、こうした感染拡大防止のための必要な検査、これが高齢者施設等で迅速かつスムーズに行われるように努めてまいりたいと思う次第でございます田村智子さんあの私たちもです、ね、地方議員などを通じて調べたところ、 今回、緊急事態宣言の対象となっている地域であっても、医療機関、高齢者施設での定期的な検査を自治体として行うとしているところは少数です、極めて少ない。昨年12月の時点ですけれども、東京23区でも5区しか確認ができませんし、それも頻回の検査といえるのかという状況なんですね。ある医療団体が介護事業所を持つつ加盟法人について 新型コロナウイルスの介護事業所での感染状況を調べています。利用者に陽性者がいたという法人が16.9%、職員に陽性者がいた法人は8.1%、これは昨年11月までの取りまとめ、しかも全国ベースです。今、感染まん延という地域では、いつ介護施設にウイルスが持ち込まれてもおかしくないでしょう。事務連連絡で連打しても 検査が進んでいないのはなぜなのか現場が直面している問題を具体的に解決することが求められています確認いたしますが事務連絡の考え方に沿って医療機関あるいは高齢者施設が自らの判断で職員や利用者に対して PCR 検査を行った場合国や自治体に公費負担の義務はありますか 厚生労働省大臣官房佐原危機管理医務技術総括審議官お答えいたします感染者が多数発生している地域において各自治体の判断により現に感染が発生している店舗や施設に限らず地域の関係者は幅広く検査するよう要請しておりましてこの場合の行政検査の費用につきましては感染症法の規定により都道府県が 等が二分の一を支弁し、国においては都道府県とが支弁した費用の二分の一を負担することとされております。こうした行政検査として、保健所によって行われる検査ではなく。高齢者施設等の判断で、一斉定期的な検査を行った場合には、高齢者施設の負担となり、なります。田村智子さん。そうですね。自治体が判断しなければ、お金が出ないんですよ。出す義務がないんですよ。で、医療機関は、今、費用を持ち出しで、職員の検査をしているとも聞いています。赤字で。 給料の支払いにも窮しているのに、検査費用も持ち出し、これではね、頻回の一斉検査には踏み出せないでしょう。感染者が発生したある老健施設では、これ、介護施設ですけれども、全職員と全入所者、約220人に3回の検査を行った。約 1, 万かかかった保健所からは 行政検査とすることは構わないと言われているけれども、本当に全額公費負担になるのかという不安が今も拭えないって言うんですね、これ、お金後からですから。院内感染が発生したある医療機関、感染を収束させるために、1週間に1回という頻度で検査を行って、現在までに3000万円の費用がかかっている、ところが保健所からは、行政検査で公費負担となるのは2回までとされているという説明を受けた。 交渉の結果、医師が必要と判断した検査については、公費負担を認めるということになったということなんですね。このように、感染者が出ている施設でさえも、現状では医療機関や介護施設に検査費用の自己負担が発生しかねないんです。厚労省の通知に沿った検査が、医療機関や施設側の判断で実施ができる、費用負担も発生しない。 こういう政府の方針を明確に示すことが必要ではないでしょうか、また、保健所を介する仕組みでは、感染まん延の地域ほど、保健所は対応できていないんですから、こうした問題の解決が必要だと考えますけれども、いかがでしょう山本副大臣あの。政府としては、まあ、必要な行政検査、これがあの迅速かつスムーズに行えるためのこの検査体制の強化、これをはじめとして、さまざまな努力をしてまいりたいと考えている次第でございます。 感染症のまん延防止の観点から行われる行政検査、この費用に関しましては、感染症法の規定により、都道府県等が支弁されるということ,とされておりまして、国においては都道府県等が支援した費用の2分の1を負担するということになっております。そして、都道府県の負担の2分の1につきましては、新型コロナウイルス感染症対応の地方創生臨時交付金、この算定対象になっている次第でございます。こうした点を踏まえて 今般感染拡大地域の高齢者施設の入所者、従事者に対する集中的な検査につきましては、実施的に国の負担により、早急に実施するように、まあ、都道府県には要請をしている次第でございます。また、あの厚労省としても、個別の施設からの検査の実施を求めたにもかかわらず、速やかに検査が実施されない。 こういう場合の相談窓口も設けて、まあ、丁寧に今、対応しているところでございます。まあ、引き続き、こうした感染拡大防止のための必要な方が、迅速にスムーズに検査を受けられるような検査体制の強化、これは努めてまいりたいと思います田村智子さん。ちょっと事態は大変あの逼迫してましてね、医療のクラスター感染が一番多いじゃないですか。そこでね、ちょっと具体的にも提案をしたいんですよ、仕組みを。医療高齢者施設等での検査について 厚労省が費用の目安とか、頻度の目安、例えば感染症がね頻発している地域では、1週間に1回とか、その他の地域では2週間に1回など、やっぱ一定の要件を示す、そして施設等の判断で検査を行える制度とする、その際、自治体の負担も軽減するために、診療報酬や介護報酬の請求の仕組みも活用して、国の直轄事業とする。 これ直ちに検討していただきたいんですが、いかがでしょう。う山本副大臣あの、ま、行政検査に関しましては、今、感染症法に基づく感染まん延の防止の観点、これからあの行えることでございますので、実施主体、これはの都道府県とされているところでございます。このため、都道府県等を介さない検査、これを行政検査と、こういうふうにすることにつきましては、慎重な検討が必要であると考えている次第でございます。 いずれにしても、政府としては必要なこの行政検査が迅速かつスムーズに行えるための検査体制の強化、これに関してしっかりと努力していきたいと思います田村智子こさん。あのね何度も指摘しているように、ですねあの都道府県でっていうふうになって、行政検査ってなると、保健所を介するんですよ。その保健所が今、感染者への対応でいっぱいいっぱいじゃないですか、入院調整とかそういうことでね。だだからそういうい自治体負担をできるだけ軽減して 厚生労働省が通知で示した検査が、現に行えるようにする、その仕組みを、ね、具体的に提案してるんですからで、これね、西村大臣のところにもと言いますか、政府与野党連絡協議会で、今のことは我が党の要望事項として、すでにお伝えもしていますで、大臣にもお聞きしたいんです、これ本当にね、身体介護を必要とする方にはね、感染をするということは、これ、命を守る上でも大変です。 そして医療従事者の負担からもね、これ、本当に大変なことになっちゃうわけですね。感染防護して、身体介護を行うっていうことが、ものすごい不安になってるわけですよ。で、また、医療機関でクラスター発生したら、医療そのものを止めなきゃいけなくなっちゃうんですよ。まさにね、緊急事態宣言の時だから、これ、あの自治体がね、具体化するのを待ってられないんです。待ってられないんででです通知出しただけではダメで 現場が躊躇なく検査ができるように、根詰まりを解決する対策、政府として取っていただきたい、大臣、どうでしょう西村国務大臣あの。ご指摘のとおり、あのこの点、何度も田村委員からご指摘もいただいておりますし。 党としての要望もいただいているところであります。提案もいただいているところであります。あのまさに、えー、まあ、北海道旭川の例が一番いい,い,いというか悪い悪い例と言っていいと思うんですけれども、あの院内感染が広がってですね、医療体制が崩壊をしたような状況になって自衛隊も派遣するというようなことで対応させていただきました。まさに医療機関や高齢者施設ここでの。 感染、施設内感染、院内感染を何としても防がなきゃいけない、えー、その観点から厚労省としても何度も通知を出して、えー、対応してきておりますし、私も知事とのさまざまな意見交換の中で、何人かの知事には、もう高齢者施設全部、リスクがもう高いんだから、やられたらどうですかという、こういった呼びかけも行って、実際、取り組まれている知事もおられます。えー ご指摘のように、自治体の負担、特に保健所の負担が、もう今、かなり感染拡大地域では逼迫してきておりますので、重い負担になってきておりますので、そういったことにも配慮しながら、そうした支援も行いながら、ですね高齢者施設、医,医療機関で、陽性検査としての検査が円滑に行われていくように、厚労省と連携して対応していきたいというふうに考えます田村智子さん。これで、ね、公費負担の仕組みが医療も介護もあるんですよ、あるんですよ。 ここれかかさずしてどうするかっていうこといいなんで真面目に検討たただきたいで高齢者施設からは本当に悲鳴ともいえる SOS が次々と寄せられています。近畿圏のある老健施設で、年末から年始にかけてクラスターが発生し、数名の入所者の感染が確認されました。ところが、この地域では医療体制がもともと脆弱だったということもあって、入院させることができない、そのまま数日間頑張ってほしいと言われてしまった。 中には酸素吸入をせざるを得ない中等症の方まで翌日、酸素吸入などのね治療をしながら入院待機せざるを得なかったというんですね。で老健施設はもともと急性期の患者さんを治療することを想定していません。こうした対応を余儀なくされるというケースはですね他の地域でも聞かれるわけですね。でもちろんあの広域的な入院調整というのが大原則なんですけれども、現に発生している問題に緊急の支援が必要となります。 現在、入所者に感染が出た場合、防護服や危険手当の支給など、かかりまし経費という形で、介護の包括支援交付金出すことができますが、医療的措置については、老健施設は若干の報酬加算があるだけなんですね、239単位という、全く微々たるものです。転院ができない、臨時的に老健施設で治療を継続せざるを得ない、こういう場合、 治療の経費をせめて見ることができるような報酬の特例、補助の検討、これ必要だと思いますが、どうでしょうか山本副大臣。はい、あの今、あの委員御指摘のとおり、老健施設あの、大変入所者、またその家族の生活を継続する上では欠かせないものでございまして、安定的、継続的なサービス提供できるように、えー、していくことが重要であります。まあ、老健施設の入所者にににかかる費用につきましてはは基本的には 介護報酬から支払われることになりますので、そのうち一定程度の医療にかかる費用につきましては、基本報酬に包括されております。また、肺炎等の治療を行った場合におきましても、一定期間、加算が算定可能となっている次第でございます。これに加えまして、新型コロナウイルス感染症への対応としては、感染者が発生した場合であっても、サービスの継続的な提供につながるように、一時的に人員や運営の基準を満たすことができない場合でも、 介護報酬等を減額しない等の柔軟な取扱いを可能にすることや、令和2年度一時補正におきまして、今委員御指摘ありました職員の確保に関する費用、さらには消毒の費用などのかかりまし経費についての助成等を行っているところでございます。ここのの老健施設の感染症対応ににる支援につきききままししては引き続きこうたた介護報酬また運営基準 予算などのさまざまな対応を組み合わせながら、必要なサービスが提供できるように、総合的に取り組みを進めてまいります田村智子さんあの現行の支援ではね、介護の崩壊も起きかねないんですよ、感染症への対応ができる人の派遣も含めて、何とか、ね、対策取らなければならないと、そういう事態が刻一刻と起きているんだと、ぜひ臨機応変に支援策を講じてほしいと思います。 えっと、それから次にです、ね、生活困窮への対応、これもいよいよ求められます。私も年末に新宿や池袋の公園で取り組まれた相談会に参加をいたしましたが、若い方々や小さな子どもさん、赤ちゃんまで連れたあの夫婦がです、ね、寒さに震えながら食料を受け取っていくと、これ、本当にあの深刻な事態のまさに氷山の一角だというふうに思います。昨年4月から 一時的な生活困窮への対策として生活福祉資金の貸し付けがコロナ特例として行われていますこれ6月の1ヶ月だけでリーマンショック直後の2009年から3年間分の貸し出し実績を上回ったんですそれほどに生活資金がなく困っている人が多いということですこの貸し付けの返済について当時の安倍総理は 所得の減少が続く住民税非課税世帯の場合には、その返済を免除し、生活の立て直しを強力に支援すると、国会で繰り返し答弁されました。これ、返済時に低所得の状態であれば、返さなくていい制度だというふうに周知をされて、これも広く利用することになった要因なんですね。ところが昨年10月末、ある与党の厚労部会の衆議院議員が、インターネットを通じて、政府は、 一括免除ではなくて、返済期間である10年間、毎年、免除するかどうかの判断をする方向で検討しているということを、情報発信したことで、関係者、大騒ぎになりました。我が党議員団も昨年のうちに厚労省に説明を求めましたが、今、さまざまな意見をお聞きしているところだと、1月中に返済免除の考え方を示すということでした。しかしね、今もって示されていないんですよ。これれなぜ遅れているのかまた 全国社会福祉協議会など、制度の運用になってきた当事者からは、どのような意見が寄せられているのか、お答えください厚生労働省大臣官房岩官、いわば審議官、失礼しましまた緊急小口資金等の特例貸付につきましては、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとしております。 その詳細については、貸付を受けている方の実態等も踏まえながら、生活に困窮された方の生活にきめ細かな配慮を行うべく、検討を進めておりますが、昨年末に全国社会福祉協議会から具体的な取り扱いについて要望をいただいていること、令和4年3月末以前に召喚時期が到来する予定の貸付について、召喚の開始時期を令和4年3月末まで延長したこと等を踏まえて、 さらに検討を深める必要がありり現時点で具体的な取り扱いは決ままっておりません召喚免除の具体的な取り扱いについては、全国社会福祉協議会からは、えー、召喚免除の要件に該当する場合は、召喚開始時に一括で全額免除すると,とすること等の要望をいただいております田村智子さん、はい。制度になってきた社会福祉協議会は、ですね一括で免除してくれという要望を出していると。 これ非常に重要だというふうに思うんですね、今ご説明あったとおりですねあのえ、えー、今回の特例貸付はあの、厚労省はですね、償還能力の乏しいものに貸付を行ってもよいのかという自治体の質問に対して、新型コロナウイルス感染症の状況等を踏まえ、生活費用が必要な方に対して、必要な額を迅速に貸し付けることが最優先課題と。 償還の可能性を重く求めることは、必要な貸し付けを阻害してしまう恐れがあると、こういうふうに自治体にあの回答してるわけですよね。だからやっぱり生活資金に困った者に対して、お金をまず届けるんだと、償還能力は重視しないということを示してきたわけです。これぜひね、やっぱりあの一括で全額免除というような貸し付けにしていかなきゃいけない。そうでなければ 今の事態に対しての貸し付けをね、ためらう人が出てきてしまうかもしれません。で、あのまたですね、えーあ、そうですね、それであの私たちですね、これ、あの貸し付けだけでいいのかっていうこともあの思ってるんですね、やはりあの、えー、厳しい状況がこう続いていく中で、貸し付け額がすでに多額に上っている方もいらっしゃるでしょう。 これ以上借りて大丈夫かという不安が出てくるんだというのが、支援団体からも私たち聞いているお声でもあるんです。そうするとですね、まずは貸し付けるってことがあってもいいと思います。だけども、その時点で低所得であるとか、無収入が、まあ、後日ですね、確認をできれば、今後そうやって渡した分は即給付に転換する。こういうことも合わせて、検討することが求められてくるというふうに思いますけれども、これ、いかがでしょうか。 山本副大臣あの先ほど審議官からあのお答えしたとおり、緊急告知資金の特例過失につきましては召喚、償還時においてなお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができると、こうしているわけでございます。全国社会会福祉協議会からはは免除の要件に該当する場合は 召喚開始時に一括で全額免除すること等の要望をいただいているところでございますけれども、引き続き検討を進め、生活に困窮された方の生活にきめ細やかな配慮を行うものとしてまいたいと思います。田村智子さん 早くで一括免除だっていう方針をまず示していただきたい、そうでなければ安心して貸し付ける制度にならないということを重ねて要望しておきます、併せて住居確保給付金の拡充を求めたいんです、住居喪失を防ぐ制度として、これも大変活用されていますけれども、申請は生涯で1回限りとされていて、一旦ですね、自力で家賃が支払えるようになった方が、今回の緊急事態宣言でまた生活困窮になった場合、2度目の申請ができないんです、このままでは。 またね家賃滞納分には支給できないというふうにもされているんですこれあの住まいを失うということはその後の自立を大変難しくしますまた今の感染症対策を考えても健康に生活できる住環境を保障するということは極めて重要だと思いますこれ2度目の申請滞納分への支給このことについても検討していただきたいと思いますがいかがでしょうか山本副大臣 15か国給付金に関しましては、あ生活者困窮者自立支援法に基づきまして、離職等による経済的に困窮し、住居を失う恐れがある生活困窮者に対しまして、給食活動要件として家賃相当額を支給するものでございまして、新型コロナ感染症の影響に対応するため、まあ、支給対象の拡大を実施したところでございます。えー、あの具体的には、あの今お話しございました、あの一部の自治体等から、 一定の場合に住居確保給付金の再支給、これを求める要望があることは承知をしておりますけれども、今後の対応につきましては、利用者の実態等も踏まえて、その必要性も含め、慎重に検討する必要があると考えております。 また住居確保給付金につきましては、新請日より前に発生した家賃に対して充当することはできませんけれども、滞納等でお困りになっている方々に関しましては、社会福祉協会において実施する総合支援資金、一時生活再建費ということで、60万円等を活用することが可能になっている次第でございます田村智子さん。これ、相談会行っても、ですね本当にあの鍵付け替えられちゃった、それでもう住まいを失っちゃうって人、何人も来るわけです。 ですからねあの今言ったような制度、いろんなあの拡充とともに、やっぱりね、本当に広く広報してほしいんです、電光掲示板で渋谷に流すとか、そういう方々がいられる、おられるだろうと思うところで、アウトリーチするとか、とにかくですね命を守るために何でもやるという姿勢を、本当に政府の側から示していただきたい、このことを申し上げて質問を終わります。 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて参加いたします。